絞り込むことによってあのスプリングリルと同じ原理でフレッシュめちゃめちゃでかいめちゃめちゃでかいの来たおい日本人の皆さんどうもおはようございます、こういう感じで、ね、こういう感じでね来ておりますね。早朝からねとんでもない化け物ね取り行こうかなと思ってるんですけど、急遽ね大雨注意報は出てないですけど、降水確率70という70、80ぐらいで雨が降るんじゃないかっていう中、安全に気を使いながらまったりとバス釣りをやっていこうかなと思ってます。釣れるんですかこれ、魚は大基本は釣れるんですか、そのやってみましょう。とりあえずおはようめでた。寝たで。ちょっと待って、ストップ。こっち見る。どうしたの、その T シャツ。うん。じゃあ、ちょっと待って。ガンス。なんて書いてあるの？なんだ、Give me money。金をくれ。Give me money だ。Give me チョコレートみたいなやつか。これいいじゃん。あ、これ。俺もなかった、その T。これ、あげるわ、一個。自分で T シャツ作り始めたらやばいぞ、だいぶ。やばいな。ほう。インフルエンサーとしてお前、生きていこうっていう覚悟が見受けられるやろ。何？弁当か。何してるんの？うん。何？うん。サラダな、サラダ。雨止んでくれました。やれそうだな、これエレキ線って言ってこういう形なんですよ。こうやって足で踏んで移動できる、いいですね。気持ちいいっすよ。ほら今日雨降りなんでね、雨がね途中で中止になる可能性あるんで 80%。 ただ風がないっていうところでね今回続行することにしました。風があったらもう危ないんでね、釣りなんかやめなきゃいけない。風がちょっとでも吹いたら釣り禁止です。はい。まあ今日ね無風なんで、ああいうブク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 いってるじゃないですか、あれ炭酸ガスが出とるんですよ、この辺は全部温泉なんですよね、だから魚がやっぱり活性がいい時はいい。ただあいにくねここのところちょっと釣れてなくて、全然魚が釣れてないとっていう流れの中で、魚取りたいなら腕が必要になってくるよね。腕のない人が来るととんでもない目に遭う。魚釣れないんだから。変な人来たな。変なおじさん来たな。あれサングラスしてない方がなんかすごく、どう今日？ちょっと雨降りそうなんで、雨予報だけど。いや、やっぱ風が吹いたら中止やけどさ、雨ぐらいやったらちょうどいい。やっぱ俺、雨やったらできるで。やっぱ風が吹いて危なかったら中止にしよう。雨がね、降れば降るほど魚釣れるのよ。雨パワーっていうかな。そう。釣れるかな、魚。今日どんな感じでやるつもり？もう大体俺クランクベイトって決めてるから。あ、巻きでやるんか。いつもクランクベイト釣れるかもな、今日。毎日クランクベイトしかやらないから。いや、最近ここ魚釣れてるから、巻き物で結構みんな釣っとるやん。そうやね。俺らが坊主の日に巻き物でバンバン釣っとったよな。巻き物いいと思う。いい竿だな、それ、カリスマスティックって。やっぱいい、それこれいいよ。やっぱ新品。俺が買って中古の貸してやるわ。あのゾディアスやっぱあかんか、こっちの方が100倍いいな。合わないな、お前、ゾディアス俺変えて。いいよ、変えたろうか。いい。あかんいいのゾディアス。俺もあんまり好きじゃない、あの手の持つとかプラチックやん、コルクでないとさ 2,3 時間やるならいいよ、長時間に向いてないよ、コルクでない、だからワールドシャドウコルクやろ、やっぱね本物はコルク、プラチックは手痛い。特にやっぱり20代だと手柔らかいやん、
もう30超えたら絶対コルク。うん。腱鞘炎になっちゃう手が。別にあのスポンジみたいな ああいうやつでもいいんだけど。うん。プラスチックはいかんわ。だからやっぱりコルク派か。コルク派だな。だから結局そう考えると値段じゃないよね、竿って。だってそれ5000円やで、その竿。ああ、中古だからね。おう。元値は高い。元値は2万円。もう売ってないのかな、これ。もう廃盤だよね。中古で中古で。中古でも売ってないかもな。中古ってもこれ新品同様みたいな感じ、ね、まあ、使ってないよね。はい、皆さんどうも。今日はね、この竿でいきます。折れてもね、補修したら使えるんでね。これいいっすよ。うん、ルアーこれね、釣れると思う？菊池さん、これ釣れると思いますか？お、初めて見るワームだね。カーリーテール。おー、カーリーテールって言うんだ。ほら、僕これ琵琶湖でね、52っつったよね、これで。あ、それで？うん、これのフォールでね、効いちゃうんですよ、これ。生めかしい。で、これ意外にね、これ巻きでも釣れちゃう。追いかけてきて食っちゃう、うん、じゃあやっていきましょう。アブアブアブスズメバチやん。スズメバチ、スズメバチ、背中止まった、背中止まっとる。キングさん、昨日行った場所あるやん、バスやろ、バスあれ、うん、昨日行った場所あるやん、うん、あそこやっぱ全然釣れんらしいわ。あ、そうなん。今喋ったけど、うん、みんな坊主やって、あ、そん中で俺らあんだけ釣るってすごいね言われて。まあな、おすごいの分かったんだよ。なかなか釣れんらしいで、マジで釣れないのか。昨日行ったとこな、うん、場所名は言えんけど、うんうん、みんな喋ったけどみんな坊主やって、みんな坊主な。そん中で俺らまあ40アップ50アップ入れ食いや。おう、入れ食いは言い過ぎだよ。いや、入れ食いや、あれは。ちょっと今日も釣ろうか。おう、釣ろう。おう、木内さん、お、ちょっとこれカメラ今日壊れとるから声張らなあかんわ。あ、そうか。おう、あんまりでも騒ぐと周りは、まあ、まあまあな、あ、まあ、俺ぐらいして音量で喋ったり。おお、おう、やろうやろうよ。いいよいいよ、やろうやろう。ちょっと見て、なにロザンテ。ああ、うん、ロザンテはええよ。お前ディオ信者か。ディオ信者だ。これカリスマがいいわ、これ。いいやろ、カリスマ相当いいな、これ。なんかね、痛いとこに手が届く、うん、いや、なんかすごい、何がいいか分かんないけど、なんか使ってて、手に馴染むのよ。いいなと思ったらいいんだよ、それ。そうそうそう、だからやっぱりいい竿なんね。うん、いいなと思うから、いい、うん、軽いだよ。いいね、うん、結構いいからね、ここね、釣れるときは釣れますよ。どうでしょうね、今日ね、変な おじさん釣りやってますね。釣れるかな、菊池さん。やっぱりいいね、これ。雨が降る、このままね、こんな感じで行ってほしいんだよ。雨がブワー降ってくるんでね、いい感じやね、これね、気持ちよ、涼しくてね。で、こう見てやっぱりベイトがいるところを探った方がいいでしょうね。ベイトがいないんで、あれ見えるよね、ベイトがいるようなところ、地形変化見てね、やっていくと釣れますよ。これね、鳥の鳴き声がいいんですよ。カーカーカー、ホーホーケキョーケキョーってね、鳥が音楽やってくれてる、本物の ASMR や。来た、この鳥がね、ホーホーケキョーカーカーキョーキョー、これがええんですわ。どうよ、どうや。声張りすぎだろ、お前。反応ないな。ないか。急に声張ったな。久々だな。
お前人がおると喋らんな。人がおると喋らへんな。気使うわ俺。やっぱ釣りしとるから人がおらん。お前人がおらんようになったらお前水を得た魚のように急に元気になって。あんまり喋っとったらあかんやろ。やっぱり喋っとったらいいか。大声で。あぶれ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 。大丈夫。反応あった？ないよ。そうかそうかそうか。下流やで今日。じゃあちょっと移動しながらね。うん。菊池さん今日どういうふうに丹念に攻めるつもりでおるん？どういうふうに攻めるつもり？巻物中心に。昨日のジャックベイト良かったよね。あれ結構でかいの釣れたやん。これな。うん。これ結構いいよ。今日ちょっと濁っとるから。うんうん。黄色がいいやろ。これあれ映像ちょっと撮れてなかったもわかんないけど、そのジャックベイトで50アップだな。下から食らいついてきたもんね昨日。俺食う瞬間見えたで。うん。動かして動かして。食う瞬間見えたぞ。見えた見えた。だからちょっとカメラ入ったかどうかわからん。で結局バレちゃったから知らないけど、50これ取ったで。これベイトの方がいいか。重いなって。投げてみや。結構重たいな。ベイトの方がいいな。ベイトがいい。キグさんでもベイトヘボいもんでさ、スピニングがいいんじゃん。結構コメントあのさ、コメントって俺らのことバカにしてきててさ、うん、あの相当平凡みたいな話だよね。あのキャスト何言って。ちょん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 。ベイトを締めすぎてあのスピニングみたいに投げる人初めて見ましたって。やめたこと抜かしてんじゃねえよ。あのベイトのあれ締めすぎてもうスピニングみたいに投げとるって。視聴者ってさ、俺らの荒探してバカにするんが仕事だよね。おまあいいんだ、バカにされてもええのかな。おバカにされんと意味がない。ちょつろ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 つてつて釣れた釣れた。ジャグベイト来た。ジャグベイト来た。でかいな。結構でかいんじゃない。やっぱり巻きか。ジャグベイト。今俺も当たったんだけど、そこで、うん、コツンって。まあ小バスかな、そんなサイズなんかな、うん、すごいやん。やっぱディオやった。30センチ。やっぱ巻きやん、うん、俺もヨウズル 3D 投げるべきかもしれん俺も、うん、なあ。しかも勝負早いな、一撃で、うん、やるやんお前。この人釣れんと機嫌悪なのでね、あの俺が、ね、10匹釣ってお前が2匹やと機嫌悪なるからな。そういうとこあるで、子供みたいな。あの大丈夫だよ。あ、これでね、見とって。おう、おう、今日ツボ入ったよね、お前の釣りが。おなあ、飛び出してきたんやん。ゾイオジャークしったな。おバカ。あとサイズだな。あ、でも出るで、多分でかいの。とりあえず、まあ、プラクティスだからね。ねえおじさん、いい感じでやってますわ今日も。今かなりでかいバイトがあったんだけど乗らんかったな。結構でかいの俺だ。はあ、フェイス来た来た来た。ほい、 iPhone 撮影片手でグーでかいでかい。引くな、ここのはこれはいかい。ほい、これはいく。いいサイズ、いいサイズ。ジャンプするか。これでかい。よし、30ぶっ抜けそうやな。よしよしよし。ちょっと今日ね雨降ると思ってカメラ持ってきてないから、片手撮影、 iPhone 手持ち撮影なんで、すいません機材がないんで、ちょっと映像がねブレると思うんですが、ウェイシナイス。お、35ぐらいありそうな、両型の。
当たりはちっちゃかったっすよ、両方騙す。引いたね、これ当たりはちっちゃかったんだけどね、カーリーテールでサイズがずっと反応なかったんで、小1時間ちょっとね、カーリーテールサイズちっちゃいやつ使って、まずノッコミ、どうやったらノッコむかっていう、もうそこだけなんで。え、三八、あ、ノッコんできたわ。その前にも40ぐらいのバイトあってバラしたけど乗せたわ。乗っ込んでくるわ。ここはゾイや、ゾイ、ゾイ以外投げたらあかん、もうゾイだわ。ちょっと衝撃映像をお見せしますね、今から。ちょっと閲覧注意です。バスが今見たら浮いてましたね。これ昨日釣られた個体かな、まだ腐ってない、50超えてるような個体が、はい、死後、大体36時間臭いです、ものすごく。このようにね、サイズは43、おそらくワームとか飲んでね、亡くなった可能性があります。もしくは病気なのか。いい個体欲しいですね。まあブラックバスっていう生き物がね、捕食者なんですけども、ああいうのは見たくなかったですけどね。まあ食べたら美味しいブラックバスなんですけどね、実は。はい、あ、私ね、言いたいことも言ってしまうっていう、そういう性格なもんですからね。まあ、えってやっぱり苦言呈するんですけど、ブラックバスってね、アユより美味しい。食べたらね、アユの30倍美味しい。アユファンの方本当にご迷惑をおかけしますね。ブラックバス食べるとね、あれはもう腐敗して食べれないけど、バスのフライとアユのフライ比べたら分かるよ。一応私ですね、まあ、料理の方もやってるんですけども、料理人の私がね、料理したブラックバスのフライはね、もう最高級の味やな。めちゃめちゃうまいんや、ブラックバスは。移動していくか。なかなか反応がなくなってきましたね。渋いなこれ。どう、もうちょい下流にいるかもね。小さな反応は小バスのバイトぐらいあるんですけどね。こいつで勝負するか。お三勝。ワイス来た、でかい、潜り込んだ。ワイス、ちょっとこれドラッグしませんか。来たぞ。おい、来たんかお前。やったやった、殺すなお前。おー、これ来た。ゾイやゾイ。おい、この片手撮影でお前、でかい、来たやろ。ゾイだゾイ。よしよし、オオサンショウウオ。おい、これ貴重だな。ずっと釣れんかったけど、結局自分のパターンはめ込んで、まあ35、まあそんな大きくないけども、こんな感じで。でかいなお前。そうか、でかいやないかお前。まあね、こういう感じっすよ。食った瞬間分かったわ。よし、取ったぞ。取ったなお前。なんでそんな息があるんやお前。釣れるぞ。あのね、ゾイを投げたらクーンって来たね。根がかりかな、来た。
寝がかりかなと思ったら、うん、コンコンって来たからきた。でこの辺おるからな。まあまあでかいワーム使っとるから。何使っとん？レスアーだ。ああ、ほんと。レスアーさんのでっかい大物狙いで来た。反応ない。なんだかんだ雨降らず行けそうやな。いいね。でかいの出そう？いや、わかんない。目標は？目標は55センチ。昨日なんか渋かったみたいね。あ、昨日ね、うん、なんか昨日すごい濁りが入って全員ほとんど坊主だったらしいわ。あ、まあ、坊主だろうな。あ、だから今俺らまあ釣っとる方やで。開始2時間ぐらいか、3時間、2、3時間だったけど。何それ？いや、ロザンチだって。好きやな。今日ロザンチしか使わねえ。ほんと。これ釣れる？釣れるやろ。昨日それ何匹釣ったん？1匹。え、何？釣れる？おう。投げ方うまなったな。投げ方うまいなあ。誰、ま、下手やと思っとったの？いや、コントロールはどういうことや。コントロールはいまいちやけど、うん、投げ方は上達したんちゃう？いや、初めからうまいよ、うん、上達とか。お前下手みたいに言うなよ俺のことは。ああ、ほんと。ウェイシ来た。大山勝負。またウェイシ。あのね、回収しようと思って巻いてたクランクベイトみたいな形でもう回収しようと思ってふーってやったら追いかけてきて、追い食いですよ。これはいい。ナイスアイ、ナイスアベレージ。 このね、よくオオサンショウウオの、私オオサンショウウオよく使うんですけど、このオオサンショウウオでよくありがちなのがね、回収しようと、回収作業をしようとしたら追いかけてきてく、追い食い、これがパターンですね、うん、結構いいサイズね、うん、30後半ぐらいあるんじゃないかな。ナイスサイ。ほら、そんな形ですね。いいっすね、オオサンショウウオ。これはナイスよ。貴重な鮎より美味しい魚釣りました。大きくなって帰ってきなさい。はい。よし。怪我しないように。よしよし。オッケーオッケー。よっしゃ。根元とかも隠れてるかもしれないな。丹念に探るっていうのがあったりね。探れば探れば探れば出てくるんですよ。魚っちの。来たか？何センチや？おい、何センチや？だからでかい。30。何で釣れた？アントン。アントンな。ちょっとね、ずっと反応が続かないんでね、全然釣れないっていうことになってきたんで、ただ追いかけてはいるんでね、まあミノーがいいんじゃないかなと。こういうミノー、うん、こちらのヨウズリ 3DS シャットでやっていこうかなと思います。こいつはいけるぜ。そこでバシャバシャあってボイルしたわ。ちょっとね、シャットじゃないね、やっぱり。うん。オオサンショウウオ、ここは。オオサンショウウオかまそうしかないわ。で、今ね、向こうで菊池さんがね、30センチ1匹追加。ちょっとでかいの取らんとね、俺。今、ボイルしとるってことはね、かせ上がってるタイミングなんで、こういう時勝負よ。どうや？
ダメか。何投げとる。何投げとる。アイスケープツイン昨日釣れたから。おお釣れよ。意外に厳しいな。本当になかなかですよこれ。なかなか釣れないですよ今日。はい、また前閲覧注意。どうぞ。これ何？選ぶなかあれ、うん。結構でかい。35センチぐらいある。めちゃめちゃでかい。ちなみに、ずっつん釣れん。はあ。やるしかないっす。オオサンショウウオ。陸地にわざと乗せといて、陸地の音、陸地からこう転げる、このテクニック、岩の音で振動で釣る、いいっすよねこの滝。しゃー、それにしても今日渋いよ。あ、これ釣れた。来た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 。はい、釣れとる。これ、あ、釣れとる。ほえーし、滝を撮影しようと思ったら食っとった。ほえーし、でかい。ほえーし、これはでかい。滝を撮影しようと思って携帯で放置で回収しようと思ったら食っとった。ほえーし、こいつ最高。どうぞ。よし、丸飲み大山椒魚。よし、うわうわおい、滝の撮影しようと思って今、綺麗な滝だねなんてこう撮って放置状態で丸のみ40アップ。よーし、これ丸のみ。よっちょっと3時間半、約4時間ぶりのバイト。やった。今釣れたルアーがね、こちら。ちょっと尻尾飲み込まれて嫌いちゃって。大山椒魚を投げっぱなし。投げっぱなし理由。はあ。投げて放置で、この重りで、時間差。重りがさっき着底して、その後、フォン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 って、写真撮影、動画撮影しとる瞬間勝手に。やった。乗って今、よっしゃ。あのね、今のね、あの滝の根元で即で食ったわ。あのね、バスのね釣れた時の嬉しさってね、サイズとか全く関係ないんですよ。うん、だから今普通に60釣ったのと同じぐらいの感動よ、感覚。うん、ずーっと釣れない中でようやくこう来てここですわ。6超えたぐらいの感動ですよ、軽く。やっと釣れた。ほんとね、4時間ぶりの。よーし、もう一匹取ったるぞ。雨が降ってきてる。かいかいかい。いけない、雨がひどい。とんでもない暴風。これはいけない、これ危ないな。うわぁ、土砂降りだ。ほいしょ。ほいしょ。ほいしょ。よし。まぁ、あ、ちょっと、これちっちゃいですけどね。大山椒魚。こいつはいいや。30センチ。今日ちょっとかなり渋いんですけどね。まぁ、あ、これちっちゃいですけど。まあ、いい魚ですね。はい。やはりあのキャスト精度っていう部分ですよね。そこの部分をあの極めると釣果はね、もう何十倍になるんで、キャスティングっていうのはね、こうやって練習してください。狙ったとこにはめ込むと。逃げた逃げた。
ってるな40。ちょっとごめんねこれ。サイズ40軽く超えてる。こいつはでかい。めちゃめちゃ引いた。ほら、こいつ少々だ。一回も今まで生まれてから釣られたことない。ほら、初めて俺に釣られた魚。どれっけ。よっしゃ、長生きしろよ。これはでかい。めちゃめちゃ引いたマジで。40アップ。軽く40超えとったわ。投げて待っとったらもう食い込んどったわ。バキョンや。任せすれた。ふいっふいっ。また釣った。また巻きすぎた。どうしても巻きすぎてしまう癖があるという。巻きすぎ癖。いか。出されるとライオン出される。いい魚だ。これライン出されちゃったな。抜けるか。いや、いい魚。一発。だんだん活性上がってきたな。オオサンショウ。周りの人全然釣れてないですよ。自分だけ。なんでかっていうと、このオオサンショウを使ってるから。腕がね、釣りがうまいとか何にも関係ないの。よく釣りうまね、言う人いるけどね。関係ないもんなの。オオサンショウウオだけ。ほら。誰にも負けない。まあね、隣でね、明らかにプロっぽいね、もう専門家の人がね、ブラックバスのプロの人、いわゆるバスプロ釣りがやってるけど、全然釣れてない。ああ、自分は釣りまくり。ああ、結局、これだけ使いなさい。めっちゃめっちゃ釣れる、これ。これ投げて待っとくだけ。気がついたら食らいついてる。なんでこれ釣れるかっていうと、これボリューム感でアピールするんですよ。これで近づいてみたら、ここがもう、とんでもないくなっとるわけ。はっ！おいし、来ました。またもや。おいし。よいしょ。綺麗なバスだね。ぶっこ抜き、うん、よし、綺麗なバスだね。30センチ。よいしょ。もうね、ごめんね、血が出ちゃった。最高。申し訳ないわ。今日結構ね、釣り人来てて、ボートがね、6台ぐらい出てんのかな。みんなに迷惑かけとる。釣りまくり、俺だけ。もう今すぐそこにいるから大声で喋れないけど、まあ俺だけしか釣れてないから、隣の人、プロみたいな人、しょげ返っとる。まったく釣れとん。それがうまいとほんのも関係ないの。これ投げるだけ。オオサンショウウオ、これは釣れるな、やっぱり。まああとね、腕が関係あるって言ったら、どこのポイントに魚がいるか見極める力だよな。で、地形変化見て、そこにいるな思ったら、そこにいる近くに落として、そこにシュでシュのトンを止め入れながらのバン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 、うん、それも分かんないから、みんな単純なことなんだけど、そこが分かんないと釣れないね、うん、まだ釣るわ。次サイズアップいくわ。あ、あるな。音聞こえるね。あそこなんですけど、雨降るとやっぱ山の水集めてね、そこが滝になって流れてくる。で、ああいう流れ込みになってるね。うん。で、まあよくあるのが、そのね、流れ込みだから釣れるんじゃないかっていう、そういう浅はかなね、考え方もし
ってしまう人も多いと思うんですけど、ただの流れ込みと、魚がつく流れ込み、その違いみたいなものをね、分かるようになったら、まあ、腕がまたさらに上がるよね。水が流れ込んでたら、あ、ポイントだ、ここだ、なんてね、そんな安易な世界じゃないんで、さらに奥深い地形変化、そこ見た時に魚が居つくかどうかだね。あとその場所の地形が良くても、やっぱ水が流れてる、うん、水が生きた場所でないと話にならんから。あ、魚がふーっと回遊してくる。そう、結局魚が寄るっていうポイントは、水自体がやっぱ生きとるんや。はあ、こういうふうに今ね、これ水が死んでる状態、うん、これはもう釣れてもこばすだけだな。こういうとこは、こういうとこは釣れない、はっきり言うと、うん、なんでそういう時はポイントをスッと見極めていくっていうね、うん、まあ景色は綺麗やけどな、これな。ああ、こういう形や。あれあんま釣れんな。来た。ああ、おお、ちょっとね、雨が降って、暑かったんだけどね、太陽出た時だいぶ涼しくなってきましたね、うん、フレッシュ、めちゃめちゃでかい、めちゃめちゃでかいの来た。おい、フレッシュ、60、やばいやばい、上がらん、やばいよこれ、やばいの来た。潜ったかこれ。あ、潜っちゃったな、木に。ウェッシュ、おる？でかい？でかい？めちゃめちゃでかいやろ。いや、60あるて。え、6あるて。何、ここの木に絡みついてる。6ある、40ある。ちっちゃいのこれ。いや、でかいかな、おい。でかいでかい。ちょっと待って。これ、ちょっと、一回カメラ切るわ。ギリさん、これやばいって。記録級。魚体見える、みんな、ほら。魚体。これ木に絡まっちゃった、これ。どうしよう。軽く5はいっとる。50はいっとる。58やな。ちょっとこれ取って、傷取って、お前取ってよ、お前。オールで。取れる取れる取れる。あの木を蹴っ飛ばして、ちょっと。やばいって。やった取った取った、危ない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 、ライン絡んでる。ライン絡んでる。ちょっと待って。菊池さんがバスの匂い嫌いなんでね、触りたくないってことで。これいい匂いだけどな。今度暑くなってきたり、とんでもない天気ですけどね。あれからどうよ、クランクで釣れたわ。何センチが38。俺はあれから全然だな、全く無反応。クランクを巻き倒してるから。クランク何を巻いてる？見えない。え？スピナーベイト。チッパワか。チッパワ？チッパワクランクかそれ。危ない。ごめん、ちょっと変なとこ入った。チッパークランク、結構今日カロリー消費しとんじゃん。え、壊れた。ああ、絡んだだけやる。危ない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 、ぶつかるぶつかる。どうよ今日。今日も厳しいな、毎日。やっぱ俺もなんかもう55センチが55以上が10匹ぐらい釣れたらさ、まあ釣れたなって感じするけど、
なんか全然坊主みたいな感覚よね。俺も全く釣れてない。疲れた。さすがに、じゃ巻くと疲れんのよ。倍疲れるよ。あのワームやと半分カロリーが。おるな。でかいのどこにおるんや。どっかにおるぞ。でかいのは釣りたい。そうだな、55以上だな。釣れるかでかいの。釣れるとは思うけど、まあなかなか。あの10日ぐらい前にここで1人で40アップ30匹釣った人がおるんやって。1人だよ。あのだからすげえ活性高い日があって、もうみんな釣りまくった日がからもう10日2週間経って、昨日がみんな坊主やん。で今日俺らの腕でまあ10匹ぐらい釣ったけど、ちっちゃいのばっかね。やけど厳しい状況って言ってバス釣りする状況だな。状況はすごい大事だね。ああ、え疲れてきた。ベートのキャスティング見る。ああ、これだろ。片付けやすい。ああ、そうそうそうね。あのすぐ爆発するから、ドルゴンものすごく異常に絞り込むことによって、あのスピリングリールと同じ原理で。嘘。マジで。見分かりちゃったよ。あのドラグをギチギチに締め込むことによって、あのなぜかベイトリールがスプリングリールと同じ原理の自動で止まるぐらい締め切っちゃう。いやでも上手なったと思うよ。上手くなったと思う。そうか。もうやっぱ慣れやもんね、こんな。慣れない。いやいや、だいぶ慣れてきたと思う。サイズはそんなでもないですけど、よしよいしょよっしゃ、きれいな魚体ね。ちょっと電源が、俺パソコンがさ、パソコンじゃない、俺も電源切れて、ちょっとお前の携帯借りるわ。落とすなよ。でかい、これ45と言わんでかいかもしれない。サイズはね、48ぐらい。菊池さん、43。これ43はないよ。キウさん、ちょっと近くで見せて。で、見せて。あ、48。あ、48あるな。あるよ、これ。48だな。48はある。いいよ、しっかり伸ばして。ナンバーある。しっかり。これ、50あるんじゃない？ 50 あるじゃん、これ。50あると思うわ。50あるわ、これ。マジで。マジで50あるわ。ちょっと、これ上から取らして。お前、50来たか。ちょっとしっかり測ってみて。口閉じ尾開きやね。きちんと口閉じ。50本当ある。待って待って、そっち見せて。口閉じやろう。合っとるな。向いとるな。ジャストやな。ジャスト50。わあ、ちょっと持ち上げてこっち突き出しや。おい、突き出して。ああ、これはやばいな。突き出してもう一回。これはやばい。やばいな、待って測ってるわ。20、40、50だな。50きたー。何で釣ったん？逃がしたって。やっだろ、結局それだろ。50きたな。
ちょうどぐらいだな。最後一言言っとけよお前、カメラの前に。あ、まだまだ釣ったるわ。うん、釣れたな。ちょっと待ってよ。どう、おほらダブルヒット、ダブルヒット取れとる。うん、じゃあげて、ほら35。お前は、お持ち上がらん、重たい重たい重たい、持ち上げて。結構重たいんだこれ、俺のね、腹がパンパンで重たいんこれ。同じぐらい、腹がパンパンなんだ。どっちがでかい？俺の方が5センチでかい。同じやろ、5センチでかい。俺の性格やお前、下手すれば俺の方がでかいやろ。俺の方がでけえわ。2つともちょうど同時に来たな。2つともあの王さん、4号王さん、ダブル王さん、ダブルヒット、やったな。35はるかにあるわ俺の。ないない、いや35ぐらいあるって。ないない、あるあるある、同じぐらいや。31やな。俺の上がらないもんこれ。ということでやりきりましたね、これとんでもない。これ釣りね、1日ちょうど6時からやったんだっけ。6時から始めて今ちょっと6時だね。12時間休憩なし、ぶっ通し。木口さん、どうでした今日？疲れた疲れた、もう限界、もう無理だ。6時6時だからね。ああ休憩2日続けてやからもう。で今日休憩なしやん。ああ休憩なし、ほいでもう投げ倒して、途中雨に打たれてな。そうね、ゲリラ豪雨来たじゃん。ゲリラ来たな、死ぬかと思ったよ。でも最後はやっぱり50釣って、ああ、あれやばかったな。あれは50な。 お前も釣ったんか？俺全然ダメだった、全く釣れない。ヘボいなお前も。ヘボいんか？ヘボいか？ヘボいお前。俺も全然釣れんかったけど。40アップは？40アップもない、ないない、もう30後半ぐらいやけど、まあ引き数はね、ああまあでも全部で15引きぐらい釣ったよ。なんだけど、まあ全部型がないから。で今通りすがりにさ、うん、4、5人一緒にボート乗った人と話したけどさ、うん、ほとんど坊主や。うん、ほで1人がね28センチと32センチ2匹釣った人おったけど、あと全部坊主や。坊主か。その状況やぞ、その状況でこれやから俺らやるで。そうやな。うん、あただね、うん、2週間前に菊さんここでさ、ちょうど2週間前入れ食いのタイミングがあって、その一人でね40アップを30匹で、コバスとか全部合わせたら1日で300匹釣ったんだぐらい。2週間前は状況良かったのが、この2週間でこんだけ状況変わるっていう。どう？なんで笑うん？しんどい、疲れた、疲れた、帰りたい。帰ろう。またじゃあ菊さん最後にあそこの滝名前つけていただいて終わりましょうか。あれなんていう滝ですか？汁が飛び出す滝だ。汁が飛び出す。うん。ね、なんていうの？お汁が飛び散る滝。じゃあ、あれは、今後地図帳に、うん、お汁が飛び散る滝。お汁が飛び散っとるやろ、あれ。お汁が飛び散る滝。よかったね。はめてー。オッケー。にゃー。猫ちゃん。猫ちゃん。どこに行くのかな。大丈夫大丈夫。危ない危ない。そこ行ったら。車の下やめて。車の下怪我する。警戒しとるな。